螺旋の宿かける一応前回がねちょっとかけるのことはもう裏切らないって決めたので、でここで確かもうヘゲ太郎が変な気を起こさなければ大丈夫なはずなので今の状況、俺がこの宿を脱出するのに最適な条件が揃っているのではって言いながら前かけるを見せてたよね、こいつ。バカ、バカなヘゲ太郎、バカな俺は何よ。かける場所を移そう。こういう見晴らしのいいところは危険だ。ヘゲ太郎におんぶされるのか、なんか恥ずかしいな。恥ずかしがるな。ちょっと五郎のこと引きずってる。僕を背負ったまま材料を下るなんてすごいな。お、すごいね、それはだいぶ。結構力持ちなのかな。ヘケ太郎、僕さ、もし誰かが僕を助けに来てくれたら言おうと思ってたことがあるんだ。ん？僕が足手まといになりそうなら置いていってくれってさ、そう言おうと思ってた。お前はどこまでいいやつなん。前回僕君裏切ったんやで。ほら、化け物に向かっていた時の僕、かっこよかったろ。だいぶかっこよかった。だから最後までかっこつけてさ、そう言おうと思ってたんだ。でも今こうやってヘケ太郎の顔を見てたら、うっく、しょうがないよな。なんかたとえそれが決心したことであっても、いざそれが目の前になったら揺らぐもんな、多分。カケルは泣き声を噛み殺している。ヘケ太郎、怖いんだ。置いていかないでくれ。僕は、カケルなんか見た？私のゲーム実況でも見てた？このヘケ太郎が裏切った瞬間。裏切らないぜ。当たり前だ。僕が泣いてたことをユーマたちには言うなよ。当たり前で言わない。カケル泣いてたお前秒で言うやん、みんな集まったら。よかった、カケル無事で。俺はもしかしたらお前が化け物にやられたんじゃねえかと思って。カケルさん、ありがとう。カケルさんのおかげで私生きてる。もうさ、このループの時のさくらちゃんって、前回のカケル知らんやんか。自分のお兄ちゃんをかっきったカケルは知らんやんか。え、もしかして好きになってない？大丈夫？さくらちゃん僕のこと好きやんな。カケルのこと今好きになってない？前回のループでやばいことになったんで、あいつ。あの時カケルさんがいなかったら、私はあの化け物に殺されてた。他のみんなもどうなったか。僕も最初はさ、もう驚いちゃって足がすくんでさ、けどヘケ太郎が化け物に向かって行ったからさ、ああそうすればいいのかって、そこで初めて我に返って、化け物もヘケ太郎に気を取られたからうまく隙をつけた。なんか僕が僕のおかげみたいな感じで言ってくれてる。ごめんね。なんかヘケ太郎がどんどん悪いやつになってくな。そうよ、ヘケ太郎、でかしたわ。かけるも見つけて出口の近くまで案内して。私今まであんたのことをただのおちょこちょいだと思ってたけど。なんでそんなこと言う、今一言多いな。実はなかなか頼れる子なんじゃないかと思い始めてるのよ。頼れる子か。やっぱりそういう扱いなんだ。さくらちゃん、一回こいつのことしばいてくれん。言いたいことはわかるが、おちょこちょいとか言うなら、葵、そりゃお前の方だろ。第一こんなことになったのも、もとはといえばお前が近道があるとか言い出したから。どうでもいいわ、そんなことこいつ。それより今はここから出ることが先決よ。さあヘケ太郎、ここからどうすればいいの？出口は近いんでしょ？走って逃げるの？いやでもね、正直なんか私の一意見ね、かける、今さ全員が知ってる状態じゃん、赤尾葉さんのことを。一回さ、一周なんか戻るっていうのはダメなの？リセットというか、かけるの足を直してからにしたいんだけど。それしかないな。え、ちょっと待って、一回セーブさせないよ。それ一回でもダメだったら多分続くんよね。それしかないでノーマルエンド見る？一回。それしかねえ。この民宿から出る方法は一つしかない。かけるが倒れていた場所からまっすぐ南へ走る。それがどれほど危険な試みでも、俺たちに残された方法、それしかない。俺たちは話し合い、役割を分担することにした。葵と桜は全力で走り、その後に負傷したカケルを背負うユーマが続く。俺は周囲を警戒しながらユーマに合わせる。ようやく誰一人、犠牲者を出すことなく、試
ここまで来れたんだ。ここさえ切り抜ければ全てが終わる。なんとか全員無事に。さあ行くわよ。私も覚悟を決めたわ。何が化け物よ。動きが素早いと言っても、虎や狼ほどじゃないんでしょ。いや、どのぐらいなんだろう。でも結構早いイメージあるよ。せいぜい普通の人間より少し早いぐらい。だったらいける。そうよね、ケタロウ。ああ、まあ、でも、セケタロウ早いもんね、走るのが。それは本当だが、葵たちは知らない。この民宿から脱出できた人間が、ほんの一握りしかいないことを。真実を告げれば足がすくんで走れなくなる。それは分かりきったことだから、俺は葵たちに情報の一部を伏せた。行くわよ、みんな。ドワー！何その独特な掛け声。果たしてその時がやってきた。分かっていたことだ。赤おばさんは俺たちを決して見逃さない。いや、何これ あれ、あんな感じだったっけ。何この、なんか野球の一周みたいな。出たー、いやー、おい、もっと早く走れ、追いつかれるぞ。なんか、引けたら煽ってるように見えてしまったね。くそ、こっちもやで。距離がどんどん縮まって。うっ、くそ、畜生。僕が、かける犠牲になろうとすなよ。嫌だ、怖い、僕が。でも、みんな、どっちみち。僕は、やばい、カケルが決断しようとしてる。はあ、どうせ死ぬなら、どうせ死ぬなら、ユーマ、僕を降ろせ。置いて走れ。うるせえ、カケル、俺も怖えんだよ。心が揺らぐようなこと言うんじゃねえ。すぐ降ろしちゃう、そんなこと言うと。殺されるぞ、ユーマ。このままだと二人とも。くそ。クソ、クソが。さくら一人が先行していて、俺も含めた4人は大きく遅れている。分かっていた。そうたやすくは出られない。だから俺がここで赤おばさんを引きつける。それしかない。やるしかない。何度も赤おばさんに追いかけられたことで確信したことがある。俺は赤おばさんを振り切れる。それこそ紙一重だが、それは確かな差として存在する。何そのキリッとした目、初めて見たかもしんない。お、心を決めたか。しかし、助けていけだろう。置いてかないで。お、やめろ、しがみつくな、バカめ。見捨てないで、いけだろう。お前さ、ほんまずっといらんことしかせんな。お前が行くんだったら、アメくれたことぐらいやで。違う、俺がおとりに。青い、手を離せ。うわ。とうとう赤おばさんが、俺たちの目の前に回り込んできた。みんな、お兄ちゃん、走れ、さくら。こっちを振り返るの。一人でも行け。ダメ、ダメなの。まだまだずっと道が続いてる。地平線しか見えない。逃げられない。逃げられんのや。やっぱりこう、逃げ場所っていうのはないの。さくらちゃん、防空壕だ。引き返して防空壕に向かって走るんだ。誰か一人でもそこに行けば、僕たちはやり直せる。そうだろう、ヘケだろう。ああ、もうそれしかない。散るぞ。時間を稼ぐ。1秒でも長く。ああ、そうだよ。俺たちはまだ死ぬわけじゃねえ。それならやってやろうじゃねえか。怖くなんてねえぞ。いや、でも泣いてるもんな、ユーマ。ユーマもすごい怖いんだろうな、今。いや、殺される。死ぬのは嫌。嫌だ。まあ、お前のせいっていうとこあるぞ。さくら、この民宿には菅原凛という女がいる。会って話を聞け。凛は全て知っているから。菅原凛。凛さんね。だけどお兄ちゃん、ヘケ太郎さん。行くぞ、ヘケ太郎。ユーマ、僕だってまだ。まだ。おお、あの時のカケルだ。本気モードのカケルだ。みんなあっという間に殺された。まあ、だろうな。いくらカケルが本気モードを出そうと。そら一瞬だわな。俺はみんなの死んでいく姿を見ていた。ひどい殺され方だった。阿鼻叫喚の中でも抵抗を続けられたのは、みんな同じことを信じていたからだと思う。誰か一人でも生きていればやり直せる。元に戻れる。俺たちはここで死ぬんじゃない。どんなに苦しくても、この場にあるのは終わりじゃない。え、これがノーマルエンドなの？バッドエンドじゃない？だいぶ。この民宿を覆う巻き戻り現象に、
そういう理解で正しいのかどうか、誰にもわからなかっただろうけど、俺たちは盲信するように、口々に叫びながら、覚悟を決めるより他はなかった。俺もそう信じて走り続けた。とうとう走れなくなって、仰向けになった時、視界を吸い込まれるような青空が覆った。これで死ぬとはっきり分かった時、もう恐怖はなかった。桜、頼んだぞ。ループしてる。すいません。俺たち道に迷って電話お借りしたいんですけど。でもこれはもう、ヘケ太郎もわかんないもんね。誰もいないのかしら。しょうがね。上がってみようぜ。やむを得ないな。待って。どうした、さくら。さくらちゃんは知ってるんだね、じゃあ。防空壕に戻れたってことだもんね。どんな気持ちなんだろう、今。辛いよね、一人だけ知ってるっていうのは。人の家に勝手に上がるのは良くないよ。まあ、真っ先に上がって、冗談のつもりか、さくら。まあ、一番先に確かに踏み込んではいるな。あれ。ふふ、さくらちゃんかわいい。さくらちゃん、それもそうだけど、このまま突っ立っとくわけにもいかないから。ああ、うん。かけるさんもそう言うなら、お兄ちゃんだけの判断じゃないなら、どういう意味だよ。さくらちゃん、後ろ。あ、誰？誰？体が透けてる。ひなた？なんだこいつ。あば、ああ、ひなた！リン、死んじゃったよ。ひけ太郎。え？リンが？もう生き返ってるけど、ひなたのことを知らないリンなの。あれ？ひけ太郎もだっけ？何を言ってる？バイバイ。ひなた、ターくんと遊んでくる。ひなた。消えた。幽霊。でも、さくらちゃんは、ひなた知ってる？開かない。ドアが開かない。なんで？いや、本当に開かねえじゃんか。どうなってんだよ。何が起こってるの？他の出口を探そう。もうこれはさくらちゃんも知らないループになってるってことだもんね。これでも、本当にノーマルエンド？あ、出たお前。言ってしまったか。許してくれよ、ヘケ太郎。私は一つ前の座標を得意点とし、君を生還させるつもりだった。それは本当のことだ。けれど失敗した。そしてこの座標は、君が真実にたどり着くには適さない。建物の構成も厄介だが、何より日向の心が君から大きく離れてしまった。ここでの救済は難しい。この子誰なん、結局。何を知っとん。バイバイ、ヘケ太郎。そっか、ノーマルエンディングって書いてたもんね。でも全然バッドエンディング。いや、でもこれは、確かにさっきまでのループの状態が一番いい状態だったんだろうね。ヘケ太郎が全てを知っていて、ひなたもヘケ太郎にまあまあ心を開きかけていて、で、なおかつリンという存在、いろいろ知ってる存在もいてっていうのが一番ベストな存在だったんだろうね。得意点って言ってたけど。そしたら助かる道はあった。私なんかどっかでさ、ひなたが重要みたいなこと言ってたもんね。ひなたはなかなか大人に心を開かないから、ひなたの話を聞いてあげるべきっていうのはどっかで呼んだ気がするのよ。でもそうなるとさ、だいぶこの螺旋の宿っていう、この変な空間っていうのは、ひなたがだいぶ大きく関わっとるというか、で、なおかつ、雪奴という存在からいろんな情報を一番得てるやんか。雪奴が唯一出られたって言ってたし。で、雪奴自身もひなたとだいぶ仲良くなってたよね。で、ずっとひなたが言ってるターくんっていう存在。
もうまだ明確にははっきりしてないけど、ただ弟は弟なんよね。なんか今のところ分かってる情報をどんどんまとめていくと、結構なんかその、なんか子供の虐待みたいなんが出てきてるよな、ちょっと。ひなたもその節はあったけど、謎の地下に行った時にさ、なんかパパ死ねって言われたよ。なんかあの辺もどんどん繋がってくるのかなっていう気はするし、で、アシュリーという存在、赤おばさんと似た水色の服を着た女性がいたけど、あの子も結局、まあ虐待、親ではないけど、ずっとなんかこう、飲まされ続けて薬品を、結局その親に伝えんまま死んでしまった。で、それを供養するために描かれたのが赤おばさんの絵ってことやもんね。なんか結局そっちに繋がっていきそうな気がするんやけど、でもそれは多分またもう一つのルートで見れるっていうことよね。やっていこうか。これだね。さっきはもう走って逃げるしかない、それしかないっていうのでノーマルエンドを見たけど、ダメだって言ってみようか。もう、だってダメだったんだもん。ダメだ。それはダメだ。とても全員が無事に逃げられるとは思えない。確かにね。結局、さくらちゃんしか残れなかったもんね。しかも、それも逃げ出せるってわけじゃなくて、防空壕に戻るっていう選択肢しかできなかったから。じゃあ、どうするのよ。ここは絶対に安全ってわけじゃないんでしょ。いつ化け物に襲われるかもしれないこんなところにいたんじゃ。本当に PTSD になっちゃうでしょ。うるさい、一回黙れお前は。待てよ、おい。走るって言ったって。カケルは怪我してんだぞ。カケルは俺が背負うけど、化け物に見つかればそれでおしまいだ。お前だって走るのは速い方じゃない。多分桜より遅い。じゃダメじゃねえか、お前。え、桜ちゃんそんなに速いの？お兄ちゃんたちに比べれば遅いけど、短距離走は得意だよ。でもなんか長距離っぽかったもんね。ずっと先が見えないって言ってたし。ここはケタロウに任せようぜ。俺らよりはるかにこの民宿のことを熟知してんだから。熟知ってそんなに知ってるなら、こんな民宿に来ないように先導するべきじゃない。一回ちょっと青い歯食いしばってくれん。そうでしょ、ヘケタロウ。どうしてもっと早く言わなかったの？あれ？それは違うんだっけ？入った瞬間から過去の記憶が。あ、もうわけわかんない。まあいいわ。じゃあ、ヘケ太郎、ここはあんたに任せるから、絶対みんなが無事に帰れるように頑張りなさい。カケルが無事だったことで、安堵したのかみんなにも少し笑顔が戻った。そうだね。とりあえずそれが大事かも。みんなのメンタルが少しでも、こう、ホッとするタイミングっていうのは大事かもしれない。しかし、ここからだ。脱出こそがこの宿の難題。誰かをおとりにすることなく、この民宿を出る方法、そんなものが存在するのだろうか。カケルが無事だったのは幸いだが、状況は何一つ変わっていない。ここで消えていった命が、どれだけあるかを知れば、葵たちの笑顔も消し飛ぶだろう。とても言えない。ていうかみんなさ、なんか壁とかにもいて、なんか書いてある文字とか読まないの？そういえば、ひなたが凛のところに向かったはずだ。リンは何をしようとしているのか。言ってみようか。確かに。なんかリンが死んだって言ってなかった。それ大事だよね。ちょっと一回みんなの話聞こう。ああ、僕だって分かってるさ。この民宿は異常すぎる。壁の書き込みを見たんだ。あ、君見るタイプね。あれは絶望のメッセージだった。ヘケ太郎ほど事態を把握できてるわけじゃないけど、脱出が簡単ではないのは分かってるつもりさ。ヘケ太郎、気をつけてくれよ。君がやられても、僕たちには助けられない。そして僕たちも全滅する。なんとなくわかるんだ。ヘケ太郎の切羽詰まった顔を見てると、まあね、まあある程度早くしないとカケルがもうご乱心になってしまうっていう切羽詰まってる感はある。さくらちゃんさ、カケルのこと好きになってたりしない？みんなヘケ太郎さんに任せっきりにするようなことを言ってるけど、ヘケ太郎さん本当はすごく危険な目に遭ってるんじゃないかと思う。すっごくあった。よくお分かり。だって普通じゃないよ。時間を繰り返してここから脱出しようとしてるなんて。化け物とか幽霊屋敷とか怖くてたまらないけど、本当はそれ以上のことが。何が起こってるの？ベタロウさん、私にできることが、こ
夫なら何でもするからどうか無理しないで。あお、今の聞いたか、さくらちゃんの一言。この状況で自分のことじゃなくて周りの心配をできるさくらちゃんはだいぶ優秀だぞ。お前聞いたか、脱出まであと一歩っていう感じね。ヘケ太郎、絶対戻ってくるのよ。あんたは私の大事な友達なんだからね。なんでそういう、今そういうことを言うの、なんでそういうことを今言うかな。何も責められなくなってしまったぜ。化け物を見た時はどうなるかと思ったか、希望が見えてきたぜ。な、そうだろ、俺たちは絶対ここから脱出できるよな。おい、やめてくれよ、無言は。そこは嘘でもいいから力強くうなずいてくれ。ヘケ太郎基本的に喋んないよね。うなずくだけでいいよって言われてんの、友達から。え、ドゥーンってなんか赤いひらひらいたよ。絶対出ますやん。あ、え、ひなたいる。あら、ヘケ太郎くん、あなたも来たの。なんかさ、別のエンディングなんやけど、リンがいなくなったっての聞いたからさ。え、そう、かけるくんが無事でよかったわ。全員でいよいよ脱出を試みるのね。うん、いいえ、私は行かないわ。なんかリンってさ、そんなに助かりたい感じしないよね。ずっとここであなたたちともお別れよ。あなたにだけでも最後にお別れの挨拶ができてよかったわ。お別れ最後。ひなた、始めてちょうだい。うん。何を、え、え、説明して、何が始まるの。え、何、マリを呼んでるの。マリ、マリって誰。トラひなたと違ってひなたはマリのこと知らないし、マリもひなたのこと知らないからお話しするのちょっと難しい。え、ヘケ太郎くん、私がどうしてこの民宿に迷い込んだのか、今のあなたには話したことあったかしら。確か、そう、山に登ると言って帰ってこなかった姉を探してたの。でもね、帰ってくるはずはなかったのよ。なんで？姉さんは山で死んだのだから。お姉さん、え、そう、山っていうのはこの螺旋の宿で死んだの、赤おばさんで死んだの。ちょうどこんな崖だったわ。崖から落ちて死んだの。即死だったらしいわ。崖、御殿着地できなかったの。私はその場にいたの。だって私がマリ姉さんを崖から突き落としたんですもの。リンの警察関係者は誰も私の言葉を疑わなかったわ。姉さんは足を踏み外して崖から落ちたと。え、色変わったんだが。マリ、大人のマリ出てきて。リンのお姉さんのマリ。この手短に頼むとか言うな、事情を詳しく聞く。憎かったからよ。私の姉はね、快活な性格でみんなから愛されていたわ。父も母も姉をひいきにして、私は相手にもされなかった。でもね、それは我慢できた。私は自分がマリ姉さんのようにはなれないことが分かっていたから。え、なんかまた虐待とは別よな、この話って。だ、兄弟の一人の方だけにずっと愛情なんか不添いだというか、まあ、ちょっとした兄弟の中で格差が生まれてしまったのか。親だって人間だもの。出来のいい方をひいきするのも仕方のないことでしょう。でもなんかリンがそこまで出来が悪いと思ったことがないんだけど、むしろ一番優秀だった気しかしないよ。内向的だった私を姉さんはよくいろんなところへ連れ回したわ。その度に姉さんと比べられて私は嫌な思いをしたけれど、あの人、マリ姉さんにはそれが心地よかったのかもしれないわね。だからって。いいえ、違うわ。その程度のことには私は耐えられたのよ。だけどあれは
あれだけは許せなかった。姉さん、私にとって一番大事な人、私の彼氏を奪ったの。私が初めて手に入れた幸福、冷たい家族関係から切り離された私だけの場所まで姉さんは壊した。やっとそれ、なんかただでさえ凛は我慢してたわけやろ、その家族内で自分が格差生まれて、ずっと向こうを大事にしてきて、周りどこに行っても姉さんと比べられて、まあそれは我慢しようと飲み込んできたものを、それ以上、なんていうの、自分が手に入れたもんまで取られたってことを、まあ突き落とすか。許せなかった。だから私は姉さんをこの山に誘って、崖から突き落として殺したの。不思議でしょう、ひけ太郎くん。あなたたちのように信頼し合っていた兄弟もいれば、私たちのように互いの存在を疎んじていた姉妹もいる。まあしょうがないよな。なんかやっぱり自分とこは、私も結構兄弟仲いいからと思うけど、やっぱり嫌いなとこは嫌いと思うだろうし、それはしょうがないよ。いろいろあるわな。嫌いならしょうがない。だけど分かってるわ。報いを受けなければいけない。私がここに迷い込んだのは、もしかすると姉さんの意志がそうさせたのかもね。マリ来たよ。光の中にいる。こっち見てる。どれ？何か言ってる？凛には自信を持ってほしかったって。何が自信よ。勝手なことをしてきたのは姉さんの方じゃないの。知らなかったって。あの人が凛の彼氏だとは知らなかった。知らないはずないじゃない。どうしてそんな嘘つくの。いやでも知らないんじゃない。正直兄弟の恋人まで把握してないよ。本当に知らなかった。あの人は何も言ってくれなかった。そうなると彼氏がクズじゃない？あのね、リン。ひなたね、マリとリンの話はわからないけど、マリが嘘ついてないのはわかるの。光の中ではね、怖いものはないの。嘘で自分を守る必要はないの。嘘で幸せになる必要はないの。永遠の安らぎなの。まさか。それじゃあ、の人が何も言わず。そんな。でも多分彼氏の方は知ってたやろ、リンのお姉さんって。えぐない？じゃあ私が騙されて。嘘よ。そんなことって。多分リンも聞いたやんか。なんで私のお姉さんと付き合ってんのって、そういう話を多分したやんか。そんな時に、彼氏の方が、いや知らなかったって言ったやろ？なんか別になんか向こうが何も言わなかったしみたいな感じ。もっと行きたかった。もっと、そんな、私は、うええどうしようどうしようどここえどうしようこの空気。リンはその場に崩れ落ち、こいつは漏らし始めた。リンが憎いって、私にも未来があった。マリはそう言ってる。そう、わかる。なんかもう、ごめん。なんか、聞いとくだけでいい。なんか何も言いたくないわ。お前さっきこんなこと言ってたやんって言われたくないし、もう何も言わない。そうだわ。その通りだわ。姉さんにも未来があった。せめて私が話し合ってれば、それだけの心の余裕を持ってれば。姉さん、もうすべてが遅いけれど。せめて私は罪の報いを受けるわ。それで死ぬってこと？でもそれで死ぬのはなんかもう、もうドロドロしすぎじゃない？それは最初から決めていたこと。姉さんとどんな会話を交わすにせよ、会って話ができたら私もそっちへ行こうって。いいえ、私はそっちには行けないわね。姉さんやここにいるひなたとは違うもの。リン、悪い大人なの？そうよ。あなたのママと同じ悪い大人よ。でもリンはママみたいに怒らないよ。ママと違って、
ひなたの話たくさん聞いてくれたよ。大人だからね、嘘をつくのよ。なんかしんどなってきたこの話。うん、やめてよ、そういうこと言うの。大人は嘘つくけど、そういうこと言わないで、文章にしないでよ。子供に言い聞かせないでよ、それを。ルルルルルルル。ある意味、今出てきてくれてよかったかもしんない。この空気をぶち壊してくれてありがとう、赤おばさん。